はい、毎度金藤です。お久しぶりです。はい、今日はですね、来ました、川です。でご近所河川ですね、近所の根尾川にやってきました。今日はですね、5月の17かな17日の土曜日ですね。はい、天気いいんですよね。30度ぐらいだから上がるらしくて、ちなみに今時間はですね13時過ぎたところですね、1時過ぎたところですね。はい、まあ、なんでここへ来たんかということですけども、まあ近所なんで、見に来たというのが1点と、あとですね、一応僕今年はですね、2024年始まりました。今年も頑張りますよということでね、僕ね、本当は6月1日ですね、6月1日からあゆをスタートしようって考えてたんですけれども、やっぱね、いきなりスタートするとね、持ち物なんかもそうですけどね、あれ忘れた、これ忘れた、この調子がどうやったということがね、感覚がつかめないといけないんで、まあ、今日は試運転ですね、試運転がてらやってきたって感じです。釣れるとは思ってません。はい。まあまあ、ちょっとね、仕掛けがなんやかんや、こう竿を出して伸ばしてみてね、準備してみて、1時間ぐらいちょっとバーってちょっと見てやってみてね、感触だけ確かめてから帰ろうかななんて思ってます。まあ釣れりゃ最高なんですけどね、釣れるとはちょっと思えないんですけどね。はい、まあここ十何年釣れた試しがないんでね、はい、まあでもやってみな分からんのでやってみようと思います。まあとりあえずですね、短時間ですけど遊んでみたいと思います。はい、早速ね始めてみたいと思います。いやー、久しぶりのアユ釣りですね。さあ、久しぶりのアユ釣りです。釣れてくれるかな。ね、今ね、先行者の人がね、追っついとるおとり見たらね、もう明らかに養殖じゃなくちっちゃかったんですよね。おそらく釣ったやつやと思うんですけども、ということは小さいながらも釣れるんかななんて思います。まあ僕に釣れるっていう保証はないんですけどね。久しぶりの友釣りというか竿ですね、僕にとっては久しぶりの竿です。あー、いいね、やっぱあい釣り楽しいね。楽しいね、あい釣りは。今ね、川渡ってくるときにね、見たら石の色はそんなには良くはないんですけど、魚はまあそこそこ見えましたね、ちょっとだけ見えましたね。全く魚なんかおらんぞっていう感じではないんで、いや、もしかしたらもしかするかもしれんすけどね。まあ何にしても、まあ町の釣りというかあれでしょうね、その魚が、川もそうですけど魚も出来上がってないんで、もう追いがあるとかないとかいう問題じゃないと思うんで、もう完全に事故狙いでかけるしかないかなとは思います。はい、で今日の仕掛けですけども、まあ、定常糸は 0.4 の P ですね。はい、であとは金属糸複合の 00.045、で花冠周りは1号ですね、これ。で針はですね、6号のダブ長から今スタートしてます。まあいつも通り去年の仕掛けっちゃ去年の仕掛けです。はい、まあね、そんなにスッとはかからんとは思うんですけどね、ちょっと今年からね、カメラ変えたんでね、音声とかちょっと映像の角度とかがうまく撮れてないかもしれません。ごめんなさい、最初のうちはちょっと感覚がわかるまではちょっとあんまりいい画像は撮れないかもしれない。まあ、つっても毎年ね、そんなにいいアングルとかいい角度で写真、映像は撮れてないんであれですけど、まあね、スーッて音に放り込んで泳いでってパーンってかかるような、ね、楽な釣りやったらいいんですけどね、絶対そんな釣りではないと思うんでね。まあ、おそらくこの1匹目がかかる頃にはバッテリーがなくなって、釣れとるとこちょうど釣れたとこが撮影できなかったっていうオチになりそうな感じがするんですけどね。今年ね、実はね、三重県の宮川上流とか大内山川とかしたかったんですけどね、まあいろいろと都合が合わなくていけなかったんですけども、まあ別に今からでも遅くないんですけどもね、
まあこの自分が行けん時に限ってなんかその川が調子いいとか今年はいいよっていうのを聞くとちょっとすごい、しまったな、もったいないなって感じはしますね。水温はねやっぱちょっと冷たいですね。測ってないですけどまだやっぱ初期やで仕方ないですね。で今年はね春のね春っていうかこの3月4月のこの遡上の時期ですね。遡上の時期から大雨降ってすごい水が出てっていうこともそんななかったんで、でこの5月に入ってからも比較的水位ねちょっと増水はあったんですけども安定してるんで川の中の状況的にはいいかなと思って今日来てみたんですけども、やっぱねそういう問題ではないみたいですね。根本的に違うよって感じだね。まあやっぱね季節、川のねその特徴もあるけど季節もありますし、その鮎の種類によってもねだいぶ違うんでね、まあ仕方ないっちゃ仕方ないんですけどね。こういうとこで釣れな、どこで釣れるんやって話なんやけどな。老いがねあるんやったらね一通り泳がしてもいいんですけどもね、まあ老いがなくても泳がせなダメなんだな。まあ基本的にその魚がまあ群れやでねその魚がどの辺に溜まっとるかな、どの辺にうろうろしとるかなっていうのを予想しながらですね、その辺にこうおとりを入れて通して止めていくっていうのが一番僕はかかる確率が高いんじゃないかな、あれなんか今反応出たな、じゃないかなと思うんですけど。はい、かかりました。今年の初鮎です。じゃーんって感じで今年の初鮎ちゃんです。若鮎って感じだね。あ、そうなんやな、へーって感じやな。測りました。意外とね僕が思っとった流れより向こうでしたね。本当に今この辺の流れですね、この辺で僕はかかるかななんて予想してたんですけども、全然向こうでしたね。結構流れの強いところの棚というかちょっと掘れたところですね、そこでかかりましたね。まあ、ちょっとおとりが変わったんでね、もう一回手前も通してみますけど、やっぱね2、3匹ねちょっとおとりが取れるまでねあんまり無茶はしたくないんですよね。かかればいいんですけどね、まだ初期なんでね、この後もちゃんとおとりに使えるようなかかるっていう保証がどこにもないんですよね。この後2連チャーでチビがかかっておとりにならないようなサイズがかかってまうともう釣りがね組み立てれんくなっちゃうんでね、そういうなるのが嫌なんで、できればちょっと確保してから攻めの釣りに持ってきたいですね。ちょっとしばらくはこう守りの釣りですね。かかりそうなとこ入っとるんやけどな。はい、大野橋の上はまあちょっと釣れたんで、分かったんでもういいかということで、いつもならね右岸側の流れは魚もおらんぐらい磨いてないというか、魚が走るのも見えないんですけども、今ね橋からずっと橋の上からずっと歩いてきたんですけどもね、結構魚見えますね。で、磨いてあるとこは結構磨いてあるんで、石も綺麗なんで。で、ちょっと大野橋の下流をやってみようと思います。ここはですね、網入っとるんで、期待持てんかなとは思うんですけど、ちょっと気になったんで来てみました。で、今来てみてね、足元見るとね、いいっすよ。魚見えますし、結構磨いてありますね。ちょっと期待大ですね。
まあ、ちょっとやっていってみようと思います。ちょっとね、今年はいいかもしれませんよ。鼻貫通しまして、背張りを打ちまして、逆張りを打ちまして、スターティンでござるという感じでやってみる。魚見えるもんね、結構。あ、磨いてある磨いてある。結構ね、石もいい色してますよ。うん、そのバチクソ、ね、天然素性の多い北陸河川のようにね、真っ黒になるほど磨いてはいないですけど、はい、中部河川にしては磨いてある方がいいと思います。まあでも走り、魚がね、やっぱ走り回っとるってことを考えると、泳がせた方がいいんやろうね。狙った筋通していくよりかは。またちょっとどこでかかるかはわからんので。ちょっとね、やる気のあるやつは流れの中におるやろうね。ちょっと流れのあるところで釣りしてみようと思います。はい。いい瀬なんですよね、ここ。いつもね、通るときにね、気にはなってたんです。じゃらじゃらの瀬で。おー、ない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 。違うんか。こういう、正規にババンってかかるようなとこではないんですね。そういう場所ではないような感じだね。やっぱり、石裏のよどみみたいな、流れが巻くようなところじゃないとダメなんかな。浮いとるね。おとりが浮いてますね。どうした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 、頑張れ。はい、そういうことでですね、もう終わろうかと思います。もうちょっと時間がわからんけど、はい、まあ4時なんでね、4時前なんでやめようと思います。はい、あっちゅう間にやっぱ時間過ぎますね、あいつりは。はい、ということでね、後半こう来てやってみたんですけどもね、なかなかいいジャラジャラのチャラセなんですけど、意外とかからんかったですね。ちっちゃいのが1匹かかっただけで、魚の気配はするんですけども、うん、かからんみたいな感じでしたね。はい。いや、まあ、ちょっと、正規になったらね、釣れるかななんて思うんですけどね。石もね、まあまあですよ。うん。いつものネオ側に比べれば、魚も見えますし、磨いたるし、いい感じだとは思います。はい。まあ、このままね、うまく育ってくれると、楽しい釣りできるかもしれません。はい。まあ、これ、釣れんかったのは結局僕の釣り方が悪いっていう、そういうことやろうね。ということでね、はい、ということで、チョーカーですけども、見てもらえますか。死ぬ気はしないって感じ。死んでる。死んでる。やっぱり、養殖死んでました。はい、ということで、1、2、3、4、5。5匹ということで、はい。今日の、初長江の愛はこんな感じでね、5匹ということで、はい、終わりました。これはちょっとちっちゃいな。はい、どうしよう。はい、ということでね、ネオ川の2024年アイシーズン一発目のネオ川ということで、やってみましたけども、まあ坊主ではなかっただけよしとしましょう。はい、ということで、はい、次はね、6月の1日の解禁なんかななんて思いますけど、それまでにちょっとどっか行けばいいんですけどもね、ちょっと仕事が忙しいで難しいかもしれません。はい、まあまあまあ、また次、頑張りたいと思います。はい、ということで、以上金蔵でした。それではまた。